はい、こんにちは、レトスノールです。今回なんですけれども、国土利用計画法の事後届で事前届での対象となる面積について解説いたします。前回の動画では届での対象となる取引について解説したんですね。で、その取引ってどんな取引なのかっていうと、ここにも書いてある ① ② ③、これを全て満たす取引が届出対象の取引なんだっていうことをお伝えをしました。で、今回は届出対象となる面積について解説をいたします。前回お話しした取引で、今回お話しする面積、この2つを同時に満たした場合に届出が必要ってなってくるんですね。どちらか一方でも満たさない場合は届出は不要です。つまり取引について該当するけれども、今からお伝えをする一定面積以上ではない、まあ、つまり一定面積未満だったって話ですね。そういった場合は届出は不要になりますんで、その点注意しましょう。どちらも満たした場合に初めて届出が必要になってくるんだっていうことなんですね。じゃあその一定面積以上の一定、まあ、定められたってことなんですけども、それって何なのかっていうのを具体的に話していきます。で、これは大きく分けて2つに分けます。2つに、事後届での場合と事前届での中止区域の場合ですね。この場合は同じなんですよ。面積要件同じです。で、一方で監視区域の場合、まあ、事前届での監視区域の場合のみ面積要件がちょっと異なってくるんですね。なんで上2つと下1つ、これは分けて考えましょうっていうことです。じゃあまず事後届での場合と事前届での中止区域の場合、これについて解説します。まず市街化区域内であれば2000平米以上が一定面積以上になります。例えば市街化区域内の例えば3000平米、これは一定面積以上になるんですね。また市街化区域内でかつそこが中止区域にも指定されていたといった場合、3000平米であればこれは一定面積以上に当たりますよっていうことですね。で、続いて市街化調整区域とか非線引き都市計画区域の場合だと、これは5000平米以上が一定面積以上に当たります。で、ここまでが都市計画区域ですよね。この3つは都市計画区域で、都市計画区域外になると1ヘクタール以上が一定面積以上に当たります。これ OK でしょうか。まずこの区分けの仕方ですね。市街化区域と、あと調整区域、非線引き区域で、都市計画区域外、この大きく3つに分けます。で、それぞれ2000平米以上、5000平米以上、1ヘクタール以上、この数字は頭に入れてください。で、続いて監視区域の場合ですね。監視区域の場合っていうのは、この面積よりも小さい数字で都道府県の規則で定めます。例えば市街化区域内で監視区域に指定されていたっていうのであれば、都道府県の規則で100平米以上で事前届でしてくださいね、みたいな感じで指定してくるんですね。つまり中止区域と監視区域を見たときに、どっちが制限きついかって言ったら、監視区域の方が制限がきついんですね。中止区域は2000平米以上で届出してくださいねって言うんですけども、監視区域の場合はそれより小さい面積でも届出しろっていう風に規則で定められてくるんですよ。今の具体例で言ったら、もう100平米以上だったら届出してくださいねっていうルールになってるわけだから、制限厳しいですよね。なので中止区域と監視区域を比べたら、監視区域の方が制限が厳しいんだってことをちょっとイメージとして頭に入れておくと、後々理解も深まりやすいと思います。で、まあ、今回はこの面積について解説したんですけども、次の動画ではじゃあ事後届での手続き、これについてちょっと細かく説明していきます。まあ、実際これまで勉強した内容も踏まえて、さらに細かく事後届を解説していきます。で、まあ、その後事前届での話も解説していこうと思います。まあ、今回までの話っていうのはもう前段階、基礎的な話になってきます。で、次回からの事後届での内容、事前届での内容、まあ、絞って解説していくんですけども、そっからですね、すごく重要になってきますんで、ぜひご覧ください。まあ、もちろんそこを見るにあたって、今回のお話と前回の取引の話、これ分かっていなかったら大体引っ掛け問題に引っかかっちゃうんで、まあ、重要なんですよ。重要だけども、さらに次ですね、事後届のお話をして、でさらには事前届の話もしていきますんで、ぜひ次回の動画もご覧ください。
今回のお話では面積要件のお話をしました。ここはちゃんと頭に入れていただきたい部分なんで、ぜひ頭に入れましょう。で、一回動画見ただけでこれ頭に入りませんので、まあ、何回か動画を見ていただく、もしくはテキストとかを見てですね、この数字は覚えていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。